を覗いてはなぜ君は怖がらないんだと聞けばあなたが泣いてるよ。見えたからよって何かの意味も知らない僕を抱きしめてくれた。初めて知ったぬくもりに触れ安らぎを得たけど僕は信じられなくて嫌な奴を演じた。花よ目なんて言われてしまうよ。嫌いじゃない、許されるのなら醜い時を恋がしたいよ。君と歩いてどこまでもずっと終わらない旅ができたら。悲劇は突然に訪れる。怪物の子供を宿しているという根も葉もない噂に惑わされた人々によって、彼女は変わり果てた姿に。あなたは怪物なんかじゃない。ただどうか夢を恨まないで、いかに任せて誰かを傷つければ悲劇が取り返されるだけだから。初めて知ったぬくもりが手の中で冷たく変わってく。僕は信じたくなく